こんにちは、ななみ12000です。本日は7月16日金曜日です。今日はですね、お休みがもらえたということで、ちょっと久しぶりに泊まり明けのツーリングに来ております。目的地はですね、明日ちょっと、バイカーズパラダイス、箱根にあるバイカーズパラダイスに用事があるんで、ちょっと朝市から行くよりは、前日泊して行った方がいいかなということで、本日は沼津周辺をちょっと回ってみようかなと思っております。伊豆の付け根というか、まだ沼津の沼津市みたいなんですけど、大瀬崎ってとこがあるんですけど、ちょっとそこ前から行ってみたいなと思っていたんで、そっちの方をとりあえず目指しております。で、昨日夜中ざっと雨が降っただと思うんですけど、今正面に富士山も綺麗に見えております。うわ、めっちゃ透明、海がめっちゃ透明ですよ。カメラでこの透明度が伝わるかどうかは。うわ、すげえな、めっちゃ綺麗だな。おい、それが大瀬崎の先っちょにね、まあみんな知ってるとは思うんですけど、神池っていう海のど真ん中に淡水池が謎の淡水池があるらしいですね。いや、このスピードがね、超遅い、このスピードがむちゃくちゃ気持ちいいな。30キロ、わ、この辺にね、路駐してたんですよね。路中 OK じゃないですけど、ってことで向き変えて止めます。から海に出ていけばいいと思いますが、
まだ人は全然いないっすね。おお、でもなんかダイビングをする準備みたいのはすでにされてますな。はい、では大瀬神社に突入します。すごいな。もうこれ神池なのかな。すごい。動きますな。悪いな。でもすごいな、雲が。で、御神木、御神木がこっちにあると。もう確かにすごいな、御神木。おそらくあそこが富士山なのかな。よいしょ、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 よいしょ。おお、気持ちいい。はい、大瀬崎の神池まで、神池、あとその先の灯台まで行ってきました。やっぱりね、淡水域でしたね、情報の通り。っていうのは、鯉がいっぱい泳いでたんで、淡水なんでしょうと。あそこの駐車場から10分から15分ぐらいですかね、先っちょまで。そんなくらいで一応行けました。うお、すごっ。ちょっとここ一回止めるか。もうじゃ、すげえな。富士山が、でもあそこをちらーっと見えてはいるんですけど、すごいな。あそこさっき行った神社か。
道の先っちょら辺に上池で、あそこにちらっと見えるのがおそらく山頂、富士山山頂ですね。よし、ではまた次の目的地。多分そうだよね。多分あっちに本当だったら富士山が見えるけど、残念ながら今日はお休みの日と。旅人岬、旅人岬行ってみますか。景色がさ、景色がもうすごいとこだらけで、夕日か、こっから夕日が綺麗に見えるっぽいですね。家族、はい、土肥金山でご飯食べてきます。はい、西伊豆スカイラインに入ります。うわ、富士山、右がちらっと見えてます。富士山がちら見せしてくれております。ここらへんいい感じですな。これだるま山、前にね来たことあるんですよ。なんかすごい昔の富士山の写真をで見たんですよね。うわ、ここは見といた方がいいでしょう。じゃねえのか、あれ。すごいな。富士山めっちゃ綺麗。ここすげえ綺麗。むちゃくちゃ綺麗な富士山が出てきました。
綺麗というかかっこいい富士山が、あれ、いやー、ちょっとまだ今ね、時間限定ですな。もうすぐね、隠れちゃいますよ、あの感じだと。おじゃ、到着しました。よし。はい、だるま山高原レストハウスかなに今行ってきました。ちらっと富士山見えてよかったです。だるま山キャンプ場があるかで、一応これで予定していた本日の行き先は全部とか一箇所ね、ちょっと行けなかったですが行きました。で、今日泊まりはこのまままた上に戻って沼津のビジネスホテル、なんだっけあそこ、東横イン、沼津東横インに泊まりたいと思います。東横インに着きましたと。着きましたが、バイクをどこに止めていいかわかんないんで聞いていきたいと思います。よいしょ。この反対側に立体駐車があるみたいなんで、そこの軒下に止めてくださいということでしたんで、よいしょ。
はい、結局ビューオに来ました。お金取られると思ったかったんで、ちょっとびっくりしたな。まさか100円で上まで行けるみたいですね。ソーシャルディスタンス3つです。上に人もいたらあれだな。到着。富士山は見えない。こんな感じで、あ、向こう側にも行けるんだ、涼しい。こいつがですね、ビューゴ、津波が来た時のおそらく水門というか、これが閉まって津波を防ぐと。すごい綺麗な水面が光ってめっちゃ綺麗ですね。ちょっとせっかくなんで向こう側を見てみますか。みんながというか、そこがね、まずくもないですよね。多分あっち側がご飯食べたりできるところ、まあ行ったことあるけど、こっち側から見たことないんでよくわからんですね。富士山が本当あっちに見えるのかな、今隠れてるけど誰もいないですね。こっち側が、あっちが伊豆か、違う違う、この辺も俺聞いてるかな。あ、そうだ、やっぱそこがね、今日行った大瀬崎ですね。はい、ということでビューを一周してみましたよ。